ただきありがとうございます。これより標高450メートルの山麓下谷駅から1300メートルの環境上空駅まで7分30秒の空の旅に皆様をご案内いたします。美しい山並みにそびえる西日本の最高峰一口山は標高1982メートル地域の山として古い歴史を持つ山岳中峡普賢堂の霊山でございます。豪快な山稜、息を呑む渓谷美、鮮やかな新緑、立ち乱れる高山植物、錦絵をなす満山の紅葉、幻想の世界にいざなう無境の神秘、雄大な一日町と木の彩り豊かな一日山は一般には高めとされておりましたが、1968年にロープウェイが開設されてからは気軽に一年中楽しめる山となりました。上昇のため、耳鳴りする方がおられましたら、ご心配はいりません。お花をつまんで唾を飲むか、ふーっと一息吹いてみてください。ロープウェイの山頂駅から、上下車までは、およそ1キロメートルございます。奥前髪の左を直進すると、登山道で、右横からは、リフトを利用し、展望台を経由して、上手者に行くことができます。展望台からは石槌山、金ヶ森、笹ヶ峰などの石槌連山や瀬戸内海、しまなみ海道も望めます。それでは、成就の由来についてお話ししましょう。一口山開山の祖、円のお頭が山頂を目指しましたが、どうしても山頂に至ることができず、力尽きて下山しようとしたところ、一人の老人に出会いました。その老人は、ひたすら斧を研いでいたので尋ねると、この斧を研いで針にするとのこと。お頭は、この言葉に感銘し、再び行を続け、めでたく開山することができました。お尊が山頂に下山し、天下に山頂を迎えし、我が願い成就せりと、石槌山を拝したところが、現在の見返り遥拝殿と伝えられています。この故事に倣い、不屈の精神を培い、物事の成就を祈り、その願いを叶えるお社が、諸願成就の成就者で、広く尊崇を集めています。成就者から、石槌山頂までは、およそ 3.5 キロメートル、頂上近くの
3カ所の絶壁にはそれぞれ鎖がかけられ、総延長は166メートルと全国的にも例がない規模となっております。ただし全てに迂回路が整備されていますのでご安心ください。登山道で皆様にご注意していただきたいのは、2の鎖の下で月小屋への登山道と分岐しています。特に下山するときに間違われる方が多いのでご注意ください。またゴミの持ち帰り運動にもご協力をお願いいたします。まもなく山頂上流駅に到着でございますが、ホームが狭く危険ですので窓から手など出さないようにお願いいたします。また降りの際段差がありますのでお足元にご注意ください。ご乗車誠に